こんにちは、ジャズギタリストの田辺隆介です。今日はコードトーンについて覚え方のコツをやっていきたいと思います。まずコードトーンなんですけども、Cメジャー7のコードトーンをやっていきたいと思います。まずよくやりがちなのが、感じでこうランダムに弾くというか、あまりこう考えずに手癖で覚えてしまう方が結構いらっしゃると思うんですけども、これは結構ですね、忘れやすくなったり応用が効かなかったりすると思います。そこで今日ご紹介したいのが短く覚える方法ですね。どういうことかというと、まず C から1度3度、5度、7度、オクターブ上の1度、一旦ここまでを一つのセットとして覚えていく。結構無理にこのオクターブ上の方まで行かずに、ここで一旦セットとして覚えてしまうという方法をおすすめします。で、この時すごく重要なのが、1度、3度、5度、メジャー7、1度というふうに自分がその時に何を弾いているのかっていうのを把握しながら弾く方法がすごく重要です。で、まあ、この時も自分で口に出して言いながら練習してもいいと思います。1度、メジャー3度、5度、メジャー7、1度というふうに。で、これが大体把握できたら、次にまたオクターブ上の方も同じように、ここから1度、3度、5度、メジャー7、1度というふうに、またここも一つのセットとして覚えていきます。結構よくやりがちなのが、こっちを覚えたから合わせてこっちも一緒に合わせて覚えてしまおうっていう風にやると、結構指癖で覚えてしまうことになってしまうので、まず一旦はこのセットを2つのセットとして覚えていく方法をおすすめします。で、ある程度慣れてきたら合わせて弾くんですけども、この時も同じように1度、3度、5度、メジャー7で、もう一度1度、3度、5度、メジャー7、1度というふうに、結構ゆっくりですね、確認しながら弾く方法がすごくおすすめです。で、こうしてると自分が何度を弾いてるかっていうのをすごく把握しやすくなりますし、アドリブで使う時とかコードを弾く時とかですね、その時にも自分が何度を弾いてるかっていうのをすごく狙って弾けるようになりますので、効果的です。参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。